愛称はナージェンカ、現在12歳。私の代わりにシベリアへ赴き、ナージェンカを連れてきてほしい。指輪はお預かりします。何？交渉に指輪は必要ないだろう。あなたは指輪でナージェンカを信じた。指輪なしでどうして相手が僕を信じることができますか？では私が正式な文書を発行する。それではどうだ？いいえ、今のロシアではそのようなものは意味をなしません。この交渉に指輪は不可欠です。素人は金属の豆粒の度合いとか変色の具合だけでコピーできたと考えるからかなわない。重要なのはこの地球には絶えず放射線が降り注いでいるという事実だ。物質の古さとは浴びた放射線量に比例するですね。どのような素材も崩壊の過程にあり、我々は比較的安定した崩壊の過程の一時期を素材として使っている。教授、指輪だったな。要望通り80年間自然の放射線を浴びたものと同じ量の放射線を浴びせておいた。これでオリジナルとコピーは形だけでなく素材の年齢まで同じということになる。熱伝導速度にわずかな違いが生じるな。コピーとオリジナルは金以外の含有量が微妙に異なる。そのせいだ。完璧ではないということですね。安心したまえ。他の施設に私の研究室レベルの機器は望めない。これが事実である以上、指輪を見分けるのは不可能ということになりはしないかね。ありがとうございます、教授。ユーゴ、指輪は別々にしておかないと君が困るぞ。見分けはつきます。刻印の数字をわざと変えて作らせましたから。
氷点下20度、見てかないかい。ちょっとあんた、火を貸してくれないか。あんた、尾行がついてるぜ。俺にも一本くれないか。あ、うん、歩こうか。私、J 短波のラジオジパングという番組でパーソナリティを務めております桑島と申します。アンドレ様に取材をお願いしたくお電話差し上げたのですが。あいにくただいまロマノフスキーは外しておりますので。わかりました。では。あんた、ブツは何だ。ブツ、この町で尾行がつきゃ密輸って相場は決まっている。儲かるんだろ。まあな。あんたさっきわざとタバコ落として尾行を確認したろ。それだけじゃない。君が軍隊の人間かどうか確かめたかった。汚い手でフィルターを触らなくていいように兵隊はタバコをそこから出す癖がある。戦場にトイレットペーパーはないからな。君は軍人じゃない。あんたプロだな。年は食ってるけどこれでも大学生だ。信用してくれていいぜ。ついてきな。バーの客にしては若いな。ディスコなんだ。それにこいつら客じゃない。ここで音楽を楽しんでいるんだ。漏れてくる音楽はタダだからな。好きな女を選びな。手数料は負けとくぜ。彼女たちは客じゃないのか。金さえ出せば誰だって抱けるよ。よりどりみどりだ。だがこの中に僕が望む女性はいないな。ああ、僕が欲しいのはロシア近代史専攻の女子大生。成績優秀ならなおいい。それと KGB 将校の制服を一式、帽子、コート、ブーツ、全部揃えてくれ。代金の一部だ。KGB の制服を着てインテリ女をいたぶる。かなりサディスティックな趣味をお持ちのようで。心当たりは。メガネかけてるけど構わないよ。残りは明日の朝に払おう。他のビジネスの話もしたい。続いてのお便りです。マリコさん、こんばんは。私は今出張でバンコクに来ています。ここでは深夜の1時くらいでも平気で中学生が街を出歩いています。こちらの気温は夜でも30度以上あり、じっとしていても汗が吹き出るようです。誰だ。紹介されたものです。あの男から預かったものがあるね。 KGB の制服だと聞かされています。先にお金を500ドルください。君を確かめるまでは払えない。どうして体を売る。関係ないでしょ。言えないなら帰ってもらおう。
500ドルあったら1年間大学に通えるのよ。誰の世話にもならずに。服を着て。ロシア近代史が好きなのかい？大嫌い。ロシアの歴史なんて。ならどうして？復讐です。復讐？私が16歳の時、父は逮捕されたの。父は生活のために国の情報を西側に流してたのよ。スパイ容疑ならルビアンカ送りだ。父はウラジオストク港の軍艦の出入りを西側に通報してお金をもらっていた裏切り者。でもそれだけなら悲しみながらも母と二人で身を寄せ合って生きていけました。父を密告したのが母だと分かるまでは何の罪悪感も抱かず、祖国を裏切った父、ためらいもなく父を密告した母、私には二人をそうさせたこの社会が許せません。だから復讐なんだ。今はまだ研究しているだけです。どこでこの国が歪んでしまったのかを。わずか12歳の少女がこの国の社会に翻弄されているとしたらどうする？この子の名前はナージェンカ。僕の仕事はこの子を国外に移住させることだ。国外に移住？君は東シベリア会社を知っているか？帝政ロシアの国策会社、走る宝石と呼ばれた黒天の毛皮を独占し大きく成長した。1917年のロシア革命が起こるまでの。写真の彼女はその東シベリア会社最後の総督、アレクサンドル・フィョードルビッチ・ロマノフスキーの末裔。そして今ロシア当局の監視下に置かれている。アレクサンドルは1919年次男のウラジーミルと共に行方不明になっている。その直前の記録を入手したい。革命前後の極東地区の記録ならハバロフスクの公文書館に保存されてるけど。明日朝一番の飛行機でハバロフスクに立ってくれないか？経費に500ドル、報酬は1000ドル。君の力を買いたい。僕は後から出発する。ウラジオストックで調べておきたいことがある。よろしくお願いします。ユーゴだ。リューガよ。開けてくれ。どうだい、期待通りの女だったろう。彼女バージンだったろう。我が子一の秀才を味わったんだ。弾んでもらうぜ。君にはもう一つ頼みがある。何でも言ってくれ。日本人の頼みは金になるからな。12歳の身寄りのない少女だ。裏に住所が書いてある。そこに本当にその子が住んでいるのか確かめてほしい。彼女が本物ならこの指輪をしている。写真にも写ってるだろう。僕のは聖母マリア、彼女のはキリスト、ハリストスだ。なるほど、金になるはずだぜ。あんたの運んでるブツは人間だったのか。なんだ、ここから近いじゃないか。どうしてあんたが行かない？僕には尾行がついている。知っているだろう、目的がバレて当局に話をつけるときにふっかけられたくない。やっぱり金か。じゃあ俺にも先払いだ。で、連絡はどうする？君は尾行の連中に顔を見られている。どこか賑わっていて見通しの効くところがいい。いい場所はないか？それならうってつけの場所があるぜ。アムール湾だ。
当にここで待ち合わせたんだな。はい。この男を見なかった。さあ、この男を見なかった。このジャンパーの男なら確か向こうに。ない。指輪はどこだ。言え。知らねえよ。指輪なんて。やはり写真は罠か。たった3人。こいつは軍部のやり方じゃない。軍隊なら一小隊は動くはずだ。もしもし。はい、ロマノフスキーです。失礼しました。かけ間違いです。なぜ奴は現れない。知りません。思い出せ。他にも聞いていることがあるはずだ。奴はどこにいる。知りません。どけ、邪魔だ。失礼しました。駅、空港、幹線道路、すべて配備が完了していますが、手配中の男はまだ発見されません。くそ、奴はどこだ。どこに隠れている。僕は何も聞いてないんです。思い出せ。何でもいいから思い出すんだ。奴は女に何を頼んだ。女、制服。何、KGB の制服を用意させられました。どうしてもっと早く言わない。すぐ連絡しろ。ネゴシエーターは KGB の軍服を着ている可能性あり。ラジオジバンク、パーソナリティの桑島マリコです。今日の1曲目は蝶々の好きな私からパピオンのテーマをお送りします。パピオン、バーボチカ、オリガが動いたか。お前を逮捕する。ん？君を我々のコンパートメントに連行する。なるほど、こいつはウォッカの合図だ。よし、もう一杯だ。日本とロシアに、そして我々ロシア陸軍の栄光に、あなたたち全員の健康に。隊長、モスクワ行きロシア号に KGB の大尉の軍服を着た男が乗り込んだのを見た者があります。なんだと。よし、要員はウスリースクから乗せろ。そんな、要員はウラジオストックに待機させてるんですよ。どうやってウスリースクから乗車させるんですか。外は吹雪始めています。夜間ですし、ヘリも使えません。懲罰にかけられたいか。このままネゴシエーターを取り逃がしたら我々は全員これだ。アタン攻撃用のヘリを飛ばせ。要員はガラーホア少将閣下直属のプロだ。
騒ぎ立てるぞ。死体をもみ消すぐらいは簡単か。だが今騒ぎになればこの列車で知り合った軍人たちがなだれ込む。そうなると少し話が面倒になるんじゃないか。ことが公になって困るのはそっちだ。指輪が必要ならナージェンカと交換する。分かった、指輪を置いて出ていく。おい、ユーゴ、もう少し付き合え。待て。君なのか、オリガ。動かない。その指輪が本物だという確証があるのか。はっはっだわ。そっちはどうなんだ。本物の指輪が手に入ればナージェンカを解放する意思はあるのか。ないわ。任務ではなく君の考えはどうなんだ。君自身の正義は。私にとって国家が正義です。よせ。膨大な書庫、そしてうず高く積まれた書類の山、厚く積もった埃が長い時間の流れを教えている。しかしユーゴが探していた情報はすでに白紙とすり替えられていた。そしてその残忍な正体を表す交渉相手。次回ユーゴ交渉人セカンドネゴシエーション第3話、公文書。